みんなの可能性が増えるということです。本当におめでとうございます。頑張ってください。おめでとう。私からお話があります。私は14歳の時に AKB のオーディションを受けました。そして初期メンバーとして加入させていただきました。それはそのオーディションを受けることは私にとって人生で初めての大きな決断でした。そして今日ここで2回目の大きな決断をさせてください。私、前田敦子は AKB48 を卒業します。私は昔から感情の起伏がすごく激しくて、メンバーにもたくさん迷惑をかけてしまいました。そしてファンの皆さんにもたくさん心配をかけてしまったと思います。それでも私なりに頑張ってきた6年半でした。コンサートの1日目の時に東京ドームの発表があって、14歳の頃からみんなで夢見てきた、その夢が叶ったと とっても感動しました。それとともに20歳の夢に向かって歩き出さなきゃいけないと改めて思うことができました。正直不安でいっぱいです。どうなるか分かりません。ですがここにこうしてたくさんいる後輩のためにも、私が卒業をして歩き出さなきゃいけないと、そう思います。ですがまだ詳しいことは決まっていません。今日今すぐに辞めてしまうわけでもありません。なので決まり次第改めて皆さんの前でお伝えしたいと思います。
私のために時間を割いてしまってすいませんでした。ありがとうございます。皆さんきっと突然のことでとても驚いていると思います。メンバーも知りませんでした。私は隣でずっと見てきました。私はたくさん見てきました。たくさん苦悩する姿、涙する姿、笑っている姿、全部見てきました。去年初子がご飯にいた時に、今考えていることがあるんだと私に打ち明けてくれました。だから皆さん、あつこは一時の感情で言ってるわけではないということを分かっていただきたいなと私はすごく思います。彼女は彼女なりにたくさん考えました。たくさん考えた上での決断なんです。なんで今なんだと思う気持ちも分かります。でも本人が自分の人生を決めることだと思います。 AKB48 に入る大きな決断、そして卒業するという決断も本人の意思で決めるものだと思います。 AKB にいることが全部の夢のゴール地点ではありません。それはきっと他のメンバーにも言えることです。たくさんたくさんいろんなものを背中に背負ってきたあつこを温かく、まだ詳細は決まってませんけども見送ってほしいなと思います。皆さんよろしくお願いします。皆さんの温かい声がきっと彼女の背中を押してくれます。皆さんの温かい気持ちが彼女の人生の生きていく糧になります。私たちも全力で頑張りたいのと思います。そうですね、みんながいるから大丈夫です。本当はやめてほしくないですよ。でも私たちに止める権利はないから、背中をみんなで押してあげたい。皆さん、背中を押してあげてください。よろしくお願いします。この次にね、もう一曲ね
みんなでやりたかったんですけども、やっぱり皆さんどう捉えますかね。確かに悲しいけど立ち止まってなんていられないんです。前に進むしかないですよね。あつこも前に進むし、みんなを前に進みます。だからやっぱりこうやって涙で終わるわけにはいきません。皆さん、もう一曲私たちに付き合ってくれますか。ありがとうございます。たくさんの人に出会えたこと、埼玉スーパーアリーナの初日に東京ドームが決まったこと、移籍メンバーが発表されたこと、事務所が決まっている子、いろんな思いがあると思います。でも涙じゃ終わらない。ビートル
の方に止めていただきました。ですが今日ここで皆さんの前で発表するということは絶対にしようと思ってここまでやってきました。短い間かもしれませんが私はまだ AKB48 の一員として皆さんと素敵な思い出をたくさん作って皆さんに笑顔を与えることはこれからも忘れることなく頑張っていきたいと思っています。今日はびっくりさせてしまって本当にすいません。本当にありがとうございます。